石にいる2万人近くの気持ち悪い奴ら、今からしぐれういが粛清させていただきます。じゃあ行きます。こっちもミュートだったってマジ？しゃあねえな。粛清する前に鼓膜破っちゃってごめんね。粛清ロリカミレクイエムという曲がイオシスのお二人に作っていただきました。フル結構やばいから聴いた方がいいと思います。うい、初めてこの曲書いていただいたとき、あまりの歌詞にちょっとひっくり返りましたね。イオシスなんですよ、すごくないですか？うい、9歳なんだけど、10年ぐらい前のニコニコっぽい曲が欲しいですって言ったら、あんな感じにしていただけました。マジで天才だと思いましょう。そらひっくり返るわな。まあ、そうなんですよ、あんなのが来ると思ってなくて、すげーってなりました。粛清されました。バイ、イオシスより。作詞してくださった方がなんかここにいますね。もしかしてロリコンなんですか？いや、これ何がすごいかって、DWAT さんの作編曲、すごいゴリゴリの音を作ってくださっている。あー、イオシスより、なんでイオシスの二人、ちょうど今紹介した方からスーパーチャットいただいたんですけど、むしろこっちがお金を払う立場なんですね。曲を頼んでいるからね。まあ皆さんを救済して執行するために、こう粛清するためにね、レクイエムをモチーフに作ってくださったので、レクイエム感のある音もありつつも、すっごいゴリゴリのクラブミュージックっていうんですか、低音ズンドゴズンドゴみたいな。それにこの歌詞ですよ。どんな気持ちで歌詞書いたんですか？これ歌詞書いてある横にめっちゃ一言メモが大量に書いてあって、全然歌詞に関係のないロリのういについてのメモがいっぱい書いてあって、逮捕、牢屋、脱獄、今みたいなメモとか、防犯ブザーのことですとか、20、30ワードぐらい書いてあって、わーってなりました。機会があったら公開してみてほしいですね。これどういう意味かなっていう言葉もいっぱいありました。おまわりさんこっちです。はーい。ということで、イオシスさんのお二人にとっても素敵な曲をね、作ってくださったので、皆さんの気持ち悪い皆さんのために心を込めて歌いました。よかったら CD でフルを聴いてください。ふぅ、これでまあ私の仕事は終わったわけなんですけど、まあ、結構長く頑張ったと思いません？それでは皆さん、さよならー。